ここ南三陸ホテル海洋の副支配人をお接かっております、今野と申します。教育旅行というものに関しては震災前からも行ってたわけなんですが、なかなか当館はどちらかというとそんなに目立った修学旅行の受け入れというのがなかったんですね。まあ、特に極端に言えば震災前は10校ぐらいだったんですが、まあ、それが震災後になりまして約4倍から5倍に膨れ上がりました。特に昨年は、約48校の方々が学校様がお見えになられています。その他視察関係とか、修学旅行という形ではなく各あのクラス単位とかで来られる方々も含めるともっともっと多いですね。昨年は、まあ、およそですか約すべて入れると1万人ぐらいは来ていると思います。ここであったことを一つ学んでいただいて自分の地に帰って、見直していただいて、それを、防災減災につながっていただければなと思いますし、なんていうんでしょうね、やっぱりこう来てみて目で感じてこう肌で感じていただければなっていうのがやっぱあるんですけどもね。結構思いはありますね、やっぱりね。そうですね、主にですけどもやはりこの風化をさせないということで、バスに乗っての語り部、あとは、まあ、その空いてればですけどもホールのところで震災の講話をしたりとかですね、我々はその教育プログラムの中に入れてご案内してます。ぜひともこの街をもっともっと知っていただきたいという気持ちで私も時間が許される限りやらさせていただいてます。この屋上にいた方々は互いに励まし合い呼びかけ、大丈夫だ踏ん張れよ頑張れべと言ってきた中ですね、実際襲ってきた津波7回ありました。その中でも最も高かった水位は 17.4m です。いくらこの屋上にいたからといって 12m、人の背丈、まあ、大人の身長平均すると 1.7 メートル、足しても 13.7 メートルです。それでも約4メートル近い海の壁がこの方々を襲い始めるんですね。まあ、本当に一つでもいいから学んでいただいて、まあ、自分の心得にしていただければなと願いはやっぱありますね。私も本当に仲間、同級生、知ってる知り合いとかですね、残念ながら亡くなってしまったんですね。本当に昨日まで話してた人が今日はいないと、でそういう辛いことはもうしてさせたくないなっていうのが思いはありますし、まあ、幸い私は家は無事だったんですけども、やっぱりあの時の苦労というのは本当に大変だったんですから、そういうのはやっぱり体験しないとわからないでしょうけども、まあ、講話とかでですね聞いて知っていただければなと思いますね。大事なお子様をこちらに向かわせるわけですから、まあ、どうしてもこういう沿岸部に立っているホテルどうしても心配ですよね。まあ、そういう中でやっぱり反対というのは結構多いんですけども、あとやっぱり東北お隣の福島県ということも兼ね合いがあると思うんですが、それに関してはもう何の問題もなくご説明させていただいておりますし、あともしそれでも本当に心配であれば、まあ、昨年も私兵庫県のところに出向いて学校のご父兄の皆様の前で説明させてあげたりとか、今我々がこういうことをしておりますよ、ですから安心ですよという形でご理解を得たりとか、まあ、どうしても日本列島どこに行って絶対安心というのはありませんからね、そのための防災教育だと思いますので、ですからそれを、まあ、
知っていただきたいために、まず親御さんにはまあ可愛い子には旅をさせるわけないですけども、そういった勉強の意味を得て旅をさせていただければなと願いはいっぱいありますね。一番は来てよかったと。どうしても修学旅行っていうと、まあ、私たちの世代っていうのはやっぱりこういろんなところに各地に行って楽し遊んできたっていう気持ちが多かったと思うんですね。でも今はその修学旅行の一日をこういった防災の勉強に与えてるわけじゃないですか。普通だったらば、なんでとか言うんだろうなと思うんですけども、それが帰っていや来てよかったと言ってくれるのが一番嬉しいですね。まあ、まずは本当に来ていただいて見て知って触れて、そしていろんな方々と会話をしていただいて、この南三陸町を知っていただければと思いますね。もちろん防災だけではなく、いろんな自然の良さもありますから、こちらの方も体験していただければと。まあ、これからどんどんですね、いろんな漁業体験とかいろいろありますから、そういうのも知っていただければなと思いますね。